分かんないの食べます。それでも私も最初食べたそれ。えマジ？なんか色こっちにも入ってたよな。色が出てないですかそれ？ね。かまぼこかな。嫌なリクエストくせにけよ。セクシーのご飯食べて。色っぽい。食べて。色っぽいこんなの。なんかそういうのできひん。そういうのが一番できてたなと思いますし、うん。やめてよ。いや一番、うん、加減のいい色っぽさを出してくれました。やった。みんな見ましたか？ミユのやつもめっちゃ好きやった。え、ミユちゃんちょっともう、うん、あれは子供見たあかんやつやったで。うん、なんで？それが色っぽいの捉え方の違いを感じました。でもかりんちゃんは全然だったな。かりんちゃんのめっちゃ楽しみにしてたのに。ほんで何のトークテーマも用意してなかったから、うん、何も出てこなくて。今日なんか。すでにセクシーらしい。すでにね。すでに。すでに私が。やってん？今何何言おうとした？今何言おうとしたっけ？ちょっとアンサブルライブ待ってます。最後です。最後のライブです。でも嘘じゃないからね。うるさい。分かったって言うな。分かってるんやからもう。寂しさ。だってお前最初から最後まで号泣してるかもしれないで。絶対演じれないと思う。間違いないです、それは。ハリもそれはちょっと思います。うん、リハで泣いてるかも。やばい、リハで泣いちゃうかも。逆にリハでめっちゃ泣いて。慣れとく？確かに。でも、おもろない。なんか、うん、激しい曲踊りながら。さっき踊ってたのは、ノーエマン。なんで寂しいよ。体めっちゃ動いてる。あの何だっけ一番私が嫌な曲っていうルマあそうそうねデレデレ違う意味で泣いてる踊りたくないよって足上げられへんあの曲は本当に難しいほんまに難しいちょっとでも、うん、2年前とかじゃないですかラストライブ、うん、1個前のライブがね、うんうん2年前の体力と変わりすぎて、うん、めっちゃ心配です確かに、それはもう、うん、じゃあ今日の夜から踊り込みなめちゃくちゃ鬼じゃないですかみんな1日1回ルマとノーエマ踊ること確かに、でもそれぐらいしとかないとやばいもうそれほんまに体力あとあかねさんコーナー懐かしいもうあれはほんまにやばかったよな、うん、やばかった、ほんまに呼吸困難に、うん、なみんななってたよなしかもマスクしてたから、ね、なマスクつけてやってたもんだから寝てけ寝てけタタタラッタ何曲やってこれええ寝てけ寝てけスターになんてなりたくないあそうそうでみんなもマスク外してそうそう三曲目やってなさすがにもう無理でしたね無理なんか紙マスクがしんどすぎて無理やったあそうやな売れたんだけ、うん、なんかまだ呼吸しやすくて、うん、そうかもあの時期ずっとそれ使ってたもん、うん、私もまだ全然映像残ってるもんうんみんなの手が出ないうん。貝割れ美味しい。うん、今日満月すごいよやって。あの何て言って、何て言って、スーパームーン。それ。そうなの？うん。みよ三人で。何ロマンチック？みよ。なんか叶うよ。え願い叶うの？分からへん。適当。でもさ、月にお財布、ん？月にお財布向けたらいいって言わん？マジ？満月の日って。え、うん、たまる？うん、金運上がるみたいな、うん、言いませんお金欲しいあのライオンキングみたいにこうやってえストロベリームーンやってあかわいいあそれ赤くなるなんか赤いみたいなカリンってこと何言ってんのちょっとピンク入ってんのちょっとピンク入ってんのうん確かにねなんかナルトにそういうのあるような、うん、赤月うん月が赤いのうん。お財布向けてフリフリするんですけど。え、フリフリ？うん。塩絶対。よ。みんなしましょう。みんなで大金持ちになろう。なら。エビの尻尾は食べる派ですか？食べない派です。食べないです。なんかもう最近食べへん。なんでな？めっちゃうまいの。なんでも食べへん。食べない。
昔食べてたけど、最近ね、口の中痛い。痛い。それ食べ方下手くそやねんで。下手くそなんです。食べますか？エビの尻尾食べる人。まあ、しかも尻尾からいくんですか？だって尻尾あるもん。でもこの形ね、ねえさあ、うん、文句ばっか。喧嘩が始まる。だって今日もさ、唐揚げですよ、唐揚げ。あるわ、唐揚げ。あ、無理やった。無理でした、唐揚げが釣れませんでした、残念。無理でした。うん、ひらたまさん、くもありがとう。そう、ゴリラホールは、最近できたところです。新しくできた。うん。でもよかった。ね、うん、スタッフさんがねすごいね、うん、会場探してくださったんですって。うん、らしい、ね、本当に全部頑張ってる、うまいすぎて、うん、頭抱えてました。うん、そうだったんだ。でも言ってよかった。簡単に行かれるものじゃないからね。そうですよ、うん、うん、でも最後にかなってよかった。うん、かなってよかったな。最初いらん。最後にみんなでできてよかった、うん、よかった。みんなでできてよかったな。みんなこれだけは日本語間違ってる。最後計算ゆうちゃんにそんな。うるさい。間違って、間違ってますよね皆さん。最後にね。やばい、後で教諭が家帰られへんかも。厳しいラストに。でタイトルにありがとう、うん、ダンサブルとか入れようとしてたらしくて、うん、私が拒否った、うん、だってまあ、確かにラストかもしれへんけど、うん、そのタイトルに入れちゃうと、うん、もう悲しみが、うん、でもありがとうって悲しくなくない？悲しい。私の中ではごめん。ありがとうは確かにありがとうよ。認めんのかい。それはありがとうやけど、認めんのかよ。いやや、いややな、うん、やめよ。だからしてないやん。だからしてないやん。ねえ、だからやめたのにずっと言ってくるんですよ。でずっと言ってくるもん、この谷が楽しいんで。反応してくれるんですもん、だって、うん、ね。向き合いのうちゃん、いつもありがとうちゃんと、あ、バイバイ。んおもろい。ん急にうつ伏せで寝れました？寝れない。え、なんで？寝れない。私も寝ない。苦しい。うん。なんでってなんで聞いた？分かってるやん。私も寝られへん。うん。なんかシャツの色が揃うの珍しくないってコメントがなんかよく来てる。確かに。白。白。確かに。白。みんな白ですね。うん、ズボンを着てたわけだ。うん。テンマートもあるね。お前やな、いつテンマートは？あさって。うん、え、ガッテさんありがとう。もうちょっとやん。うん。もちのリハしました。うん。うまいな。はい。もうバッチリです。うん。テンマート入るよって。うん、お待ちしてます。ありがとう。テンマート。だってそうやもん、泣き窓だけ。うん、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 泣き窓だけフルメやねんな。そうなんですよ、まだ全員いるんです。だからキュンの後も最後ですね。キュンの後も最後だね。優香とゆずがもう最後だね。うん、最後、うん、疲れてきてます。でもね、もう今日も惜しみながら公演してましたね、うかさんもね。惜しみ？惜しみながら。そう。惜しみあってます。ゆうちゃん公演中に見つけたり、うん、公演前もあのギリギリまでずっとここにゆうちゃんがいて、マクワクマクワク様で。おばあちゃん。その隣で爆笑してるんですよ。おかしくないですか？一緒にギューしたらいいのに爆笑してるんですか？一緒にギューしてほしかったんや。してほしかったね。可愛い。いやだってなんか早いなと思って。まあ、本当に2ヶ月ぐらい早いも遅いもないからな。いつこのタイミングだって今日で終わるかもしれへんやん。確かに、やろう、うん、でしょ。次がウーカの卒業公演かもしれへんやろ。
え、その一瞬一瞬を皆さん大切にしてください。本当に次まだ決まってないですし、ね、いつ何が起こるか分からへんよ、うん、大事です、そういう気持ち。やろで、噛み締めたら私は生きていきます、うん、大事です。はい、でもいいこと言ってんだな、靴ひもの前の頑張ってましたね終わりはねえけ、終わりは始まりみたいな、始まりは終わりに、ね、言っていい、この人隣におるんやけどさ、うん、私がな、うん、もう自分でも分かってんねん、あ、ツッコミたいやろなっていう雰囲気がめちゃめちゃ出てんのよ、うん、なんちょっと3回ぐらい飲み込んでんな、そう3回ぐらい、3回飲み込んだんや、うん、これダメだ、言っちゃいけない、頑張って、やっぱ突っ込んじゃうと長くなるし、うん、そう、まあ、空気感も、うん、まあ、でもきっと私だけじゃなくてファンの皆さんも心の中で突っ込んで見てるだろうなって思って、うん、わざわざ突っ込む必要がない、うんうんうんじゃない、みんなの心の声が一つになってたよ、ええやん、一体感、うん、だからだからそれこそ思考、あのゆうみさんの言ってることを一生懸命こう、うん、読み取ろうとしてこう、うん、だから脳トレ、うん、みたいな脳トレ、ね、みんなの脳トレ、ゆうみさんならではの空間でしたね、太りすぎてな、うん、後半の衣装パッツパッツ見てましたね、どうしよう、じゃあゆうちゃん3公演目今からやってき、うん、もしたら痩せるわ、臭いものだらけのインナーもパッツバケやんけど、うん、なんやばい、3公演目行ってきてくださいいやー一人で押したくない、今日でも2公演頑張ったから大丈夫やん、10キロ痩せた、うん、マイナスやん、こんな食べた、食べちゃった、ほんで今目の前にいちご大福、キャーン、いいね、よくないで、何歯売るまで痩せるから、みんな任せてや、うん、今だけ、今だけツイッター軽くバズってる、ゆうちゃん何がみんなおっぱい好きやな、ほんまに、え、すごい、普段の投稿もいいねして、すごいってぐらいやっぱり、うん、嬉しいけど、うん、普段の投稿ができなくなる、うん、なんでの、いいね減るからあ、差が出ちゃうから、和菓子は太らないですって、うんうん、太らないらしい、何で、うん、すぐ人のもの、白いイチゴだ、中が、うん、でもこのイチゴ1個しかなかったの、先輩の先輩やからって、うん、口移し、うん、いらないですかそれ口移しって言わんし、確かに口移しってこうですね、関節、関節キッスなんか大福半分と嫌やな、ね、分かります分かります、なんかペットボトルとか全然いけるけど大福がダメかも、確かに確かに、大福と飴玉、ああ飴玉の人おらんやろじゃあそれは困るガム誰がすんねん、ガム半分食えばい誰がすんの味ないよ、そんなん終わりましょうかね、15分だった、うん、待ってよ、食べ終わんの、うん、20分 OK です、うん、ゆうみさん可愛いじゃん、うん、誰いいでしょ、なんだいいでしょ、うん、みんなやっぱちょっと2回公演となると、うん、でお疲れですね、いつもに比べたら、うん、ね、そんなんじゃあかんもっとテンション上げて見てるファンの人もいるんやから。おー、ね、全然違う。何が？でもなんか本当に久しぶりだったな、2回公演。確かに。1回中止になってしまった。うん、あ、そうやね。まあ、先月のこれぐらいの時期、日曜日やね。ね、やる予定だったので。でもさすがにもう体力が体力が。いや本当にそう。すごいです。だからダンサブル公演に来た私。うん、倒れるかもしれないって。
セクシーに倒れるならいいですよね、でも色っぽく倒れるならね、うん、いいの、うん、マジで助けて、逆にもう寝転んで踊る曲作ろうや、あ確かに、あり、あり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 、セクシー曲やるだったら、うん、確かにやりたい、どんなん見たいだろう、皆さんは確かにダンサブルのライブどんなん見たいですか、うん、やっぱダンスじゃん、盛り上げろみたいな、でもそういうのがやりたい、うん、こうちょっと会場もこう程よい、うん、一回オンラインでやったあれ、ああいうのをやってみたい、あれはちょっとしんどかったな、あれやばかった、あれはでもさ映像でな、よく見えるように、うん、客席とか行ったから、確かにもう移動しまくったよな、めっちゃ懐かしい、なんか頭何曲、8曲ぐらいあった、ノンストップで、やったな、うん、あれはやばかった、僕たちは戦わない、ねえ、でけじゃ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 みたいな、あ大好きだった、ね、でけプラストレーション、踊れみたいな、うん、踊れ、どこからやったっけな、もうノーエマらへんでまだ踊り続けんのノートルックバックからもういいよっていうコメントあったけど、でも全然体力あったわその時、あの時はできましたね、やっぱあかねさんブロックやってたからかな、それもあるしさ、めっちゃ楽やったもん、なんかコロナ禍でさあのレッスンめっちゃしてたやん、ずっとあれしてた、ずっとあれしてた、あれしかなかったから逆に、それでやってね、懐かしいな、そうだな、もうカリもあのチヒさんとコロナだったから、うん、あの演出をしたかったんですけど、うん、あれもうねなしでできるからね、うん、いつかやりたいな、そこだよ、そこの相手をファンの人ってやばな、よくあるアーティスト、ファンの人をステージに上げて、うん、確かに、うん、カリンだけこうやってやってる、ファンの人ずっとスタートしてる、そうなるわな、それで踊られてもすげーってなるよな、リリしかならない、懐かしいな、懐かしいよ、本当に嬉しいな、よし、じゃあそろそろ終わりますか、終わりたいと思います、来てくれてありがとうございました、13位しゅうかちゃん、12位けんぴーさん、13位ひろちゃん、あっちさんありがとうございます、12位とらさん、トラマンマラムありがとうございます、11位ファントムさんありがとうございます、10位エガちゃん、11位ファントムさんありがとうございます、10位エガちゃんありがとうございます、9位ぬはらしんのすけのすけさんありがとうございます、8位あやかちゃんありがとうございます、7位ふうかちゃんありがとうございます、6位おはるちゃん、加藤優香ファースト写真集心に秘めたもの6月10日発売ありがとうございます、5位白玉さんありがとうございます、4位まみしばさんありがとうございます、3位まっちゃんありがとうございます、2位まんじゅうろうさんありがとうございます、1位ゆうじさんありがとうございました、よし2回公演ありがとうございました、じゃあねー。